ロメリア戦記伯爵令嬢、魔王を倒した後も人類ヤバそうだから軍隊組織する、星さん。クッソ激烈に頭が良く、味方の運を上げるチートバフ持ちの貴族のメスが主人公。魔王が主人公が住んでいる国に領土拡張を狙って攻めてきたので勇者パーティーがその魔王を倒す。その勇者パーティーに無理やりついてきて、戦略と財政、兵団のサポートをしたのが主人公。だが前時代的で統計だったりが存在しないと思われる世界なので主人公の労働生産性は評価されずに、魔王を討伐した後すぐに損切りをされて、さらには利己的な勇者と婚約破棄させられてしまう。この漫画のここが唯一の謎で引っかかりポイントで、この部分を除けばこの漫画はクッソ激烈に面白い漫画なので。謎ポイントは、人心掌握に長けていて、性格まで推し量れる主人公はなぜこのクズの勇者と婚約したのか？こんなにテレンテクだがお上手な描写がある主人公がなぜ、短絡的な勇者パーティーのヘイトコントロールができなかったのかって謎です。そんな感じでなんやかんやあって婚約破棄された後は、まだ魔王の残党が存在し、このままだとネオ魔王軍を作られて一族壊れちゃうになることを予見した主人公は多分衝突点となるであろう辺境の領地をもらってそこで、内政無双を始めるというシナリオ。ここから辺境にいるクズの賄賂をもらったり権力を指摘運用する上司の陰謀を把握しつつ、新兵の中からリーダーになり得る存在をレベリングをしたり、自分の死をも恐れぬファンを作ったりというテレンテクダを駆使して権力基盤を作る、邪魔者を排除するというシナリオがクッソ激烈に面白く、最強の支援職は術師である俺は世界最強クランを従えるを読んだ時と同じくらい面白い。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。